ちょっとめまいが。初めての列車だったのに。兄貴、ティファ、無事だったんだ。よかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ、兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。何もしてませんから人違いです。キリエだな。え、誰ですかキリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか。驚かさないでよ。思い出したぜ、お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あ、あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私、なんて運がいいの。今、神羅に追われてるの。助けて。神羅からも吸ったのか。間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって、追いかけ回されてもう最悪。でもでも、取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何？そんな評判になってるの？私、殺されちゃう？それとも、一生ビクビクしながら暮らすの？ねえ、キリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして、鍵もちょうだい。いや、渡したら、いっちゃうでしょ。一人になりたくないよ。神羅は何とかする。だから返せ。やった。神羅の奴らはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。コルネオさんが消えたらしい。マジかよ。いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。
そうです。あ、よかったな。ちゃんと期待してるぜ。どうだった？安心しろ、もう神羅は追ってこない。本当？ああ、よかった。嫉妬は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけで、そろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで？たく、心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫って…あれ、言ってなかったかい？この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほら、キリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はい。ねえ、その鍵って一体何だったの？うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。ミレイユさんがスラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。私も同じだよ。アバランチを名乗ったり、スラムエンジェルを名乗ったり、覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろう。